皆さんこんばんは。本日はイングランド対チェコ、ロイヤルロンドンスタジアムよりお届けしてまいります。解説七海さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。七海さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。はい、毎度お気に入り。じゃあ今回はナショナルチームでイングランド対チェコやっていきましょう。ハリケーンが決めれるかどうか。キックオフでスタート、イングランド対チェコ、エキシビションマッチをお届けしてまいります。さあ七海さん、この試合どの選手に注目していますか？ロシツキーですよね。よし、はい、ロシツキーね、からのスルーパスというのは見ものだと思いますね。おー、確かに何かやってくれそうな選手ですね。ウェルベック、ウェルベック、ギリシャ行かせて裏を狙う、ここは読んでいました。チェフだ、チェフ。アドレツ、リンベルスキー、ブラジル、ロシツキー、ロシツキー、ロシツキー、すごいよ、見事なパス。よし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 、気をつけよ、ロシツキー。縦にボールを送ります。おお、早いね。ボールが落ち着きません。ブラジル、アドレツ、ロシツキ、ラファタ、よっしゃ、チェックを受けるロシツキ、ルーニー、行け、ルーニー、ルーニー、ボールコントロール、ルーニー、シュート、きつい、強烈。このボールはクリアです。戻ろう戻ろう、いやー、キーパービッグセーブでしたよね。戻ろう、よし、ジャギエル、ルーニー、ハリケーン行こう。面白い。ここで受ける。オフサイドかと思いましたけど、笛ありませんね。シュート。ああ。いや、危なかった。コントロールができてないな。チェコとしては決められてても全くおかしくないようなシーンでしたね。ロシスキー。ロシスキー。ああ、取れない。ロシスキー。リンベルスキー、ロシスキー、ロシスキー、セラージャ、裏を狙う、やばいよ、さあ受けるか、シュート、危ない危ない、0対0ですが、両チームともそれなりにシュートを打っている印象です。序盤から両チームとも非常に攻撃的なスタイルを持ってますよね。打てる方としてはプレスがすごいぜ。よっしゃ、ルーニー行くか、行けるか、届いた、ルーニー、チャンスですね。ルーニー上げる、ウェルベック、ああ、真ん中か。お互いの意図、完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。ドリブルで抜けてからのクロス、サイド攻撃が効いてるなっていう感じがしますね。戻ろう戻ろう、みんな戻ろう、戻るよ。前半30分を過ぎたところです。スコアこそまだ0対0なんですが、前半ここまで両チームとも見どころの多い展開です。両チームともシュートは打ってるんですけど、少し決め手にかけるという展開ですよね。そうですね。よっしゃ、あー、ちょっとかわせなかった。ロシスキー、ロシスキー、戻ろう、ラファザ、おお、これは
ルーニースターリングスターリングスターリング行こうドリブラースターリングおお止めてもったクロザウセラージャもう40分ですイングランドここでファウルを取られますファウルよし守ろうルーニウェルベックよしクライニーあ全然違う落とすあいけたかこれはスローインとなりますよっしゃルーニーおっしゃ決まったルーニー決まったいいシュートだイングランド先行しますよーしいいシュートやったね先制ゴールが決まりましたルーニー第1対0このゴールはチームにとって非常に大きいですけど後半ガンガン相手が出てくるんじゃないでしょうかね、うん、そうですねここでレフリー笛を吹きました前半が終了します前半から得点が動いていますイングランドまずは1点先制して折り返す前半となりました、まあ、当然後半も追加点を狙ってくるでしょうけど ね、 そうですね相手も早いうちに取り返したいでしょうから立ち上がりから激しい展開になるかもしれませんね、うん、まずは1対0、はいよしこの後のセカンドハーフもう1点もらいに行こうもう1点どのように動いてくるのか注目ですイングランドが1点を先制して後半を迎えますでは後半見ていきましょういいよ危ないこれこういうの危ないぞあーこれ狙えるフラインウェルベックよし冷静冷静エンダーシュおっしゃウェルバック抜けてくるクロスを上げるあーダメかいいです、ね、ウィルシャー狙うあーダメかハリケーンイングランドは前半の終わり際に得点を挙げて1対0とリードできています戻ろう一旦戻ろう前線からプレッシャーロシスキーアドレッツやばいよ中やばいよラバダやばいよシュート危ない危ないあと少しでしたウィルシャー、エンダーソン、フライン、ナナミさんここまでご覧になっていかがでしょう。イングランドとしては、よっしゃルーニー、守るのか。ルーニー、来たー、2点目ルーニー。追加点イングランド。2点目。ここでフリーで打たせてはいけません。ボールをもらうまでの駆け引きが非常にうまかったと思いますね今日2点目のゴールですよしルーニーの2点さらに1点を追加し2対0としていますもう1点取るとさらに楽になりますよ ね、 そうですね自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思いますなるほど1人に行こうあーこれはファウルを取られましたおあかんやばいよ危ない危ないここまでご覧になっていかがですか七海さんイングランドとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね今は守備に集中してこれは取るかったらゴールを狙うスタンスでいいと思いますねハリケーン
2点のリードで優位に試合を運んでいます。取りに行こう。セラージャ自分で行く、浮かせて裏を狙う。これはクリアします。さあチャンスだ。シュートコース非常に集中していると思いますね。あーちょっと強すぎた。しません。ロシスキーセラージャもう一つ前に行きたい。ボールコントロールする。ダメダメダメ。さあフリーだ。シュート自分で切り込みシュートに持ち込んだんですが決まりませんでした。守るよ守るよ。来るねまだ来るよ。どうする。切り返して PK ならないように。大津が入ったか。危なさあ残り15分ウェルベック。ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。アドレッツのボールはボールを追いかける。よっしゃハリケーン。ウェルベック。ああ間違った。さあボールを追う。残り10分です。ボールはルーニー。このパス今度はハリケーンじゃなくてギー。いやー面白いな。シュートまだある。オフサイドになります。マジか。よし2-0で終わろう。2-0でブラシル後半あと5分というまずは勝ち点もらおう。勝ち点勝ち点3をフラーレス。やばいよ狙える。戻します。やばい。これを読んでいた。大丈夫よそれぐらい。前線へ出す。あらボール裏へ落とす。間違った。セラージおお味方同士で。クロザウ。セラージャ。アディショナルタイムは3分という表示です。ラファタ。ブラシル。アドレッツ。よっしゃ。プレッシャーやぞ。そんなにしてていいのか。もう時間ないぞ。チェコ。何してる何してる。セラージャ裏のスペースに置きに行く。よし試合終了。笛が鳴りました。勝ち点3取得。2-0イングランド見事勝ちました。七海さん今日の試合ですがどうご覧になりましたか。イングランドとしては完勝と言ってもいいんじゃないでしょうかね。終始自分たちのペースで試合を運びましたからね。ゲームプラン通りの試合だったと思いますね。そうですね。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の解説は七海ひろしさんでした。七海さん本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。イングランドが2-0見事無失点に抑えて勝利しています。